318ヤード、パー4です。え、どこにピン、え、どこゴールですか。あれずっとまっすぐ前、左は行ける。でもこの辺を打てば、めっちゃふらつく。けどいいショット。ね、ナイス。飛んでます。ナイス。なんか本当にずっと左が池だね。ど真ん中はないっしょ。だま、池が私を呼んでいる。見えなかったです。右側だな。バンカー方向に向かって、やっぱちょっとさ、フェイス開いてますよね。絶対右に行くもん。まあまあ当たったからいいや。150ぐらいで5番ウッド短く持ってやります。右もバンカーなんだよね。でも左でいい。おお。ああ、まあまあまあ。右け、左。やっぱちょっと大きかったな。さすがに。さすがにもう大きかったかな。128ヤード7番ですか。あ、でもこれ右行くとバンカーなんだ。うん。初バンカーです。ちゃんとアウトするように短く持って。ピッチングで軽めに打ちます。うまい。うまいよ。お、あやさん。おー、うまいじゃん。58で打ちます。ナイスパー。ナイスパー。やった。よいしょ。Thank you。左が池で、右もなんかバンカーがあるんですよ。なんか届きそうな距離に。
むずい。バンカーより左に打ちたい。お、いいかも。狙い通り。右に行ってしまう。壊れる。で、帰ってきたな、うん、ちょっと戻ってきたけど、あー降りてきた。オッケー、ギリギリフェアウェイじゃない。なんかやっぱラウンド中に、あ、これやってみようとか思うのダメですね。いや、なんかいいんじゃない、いいかな、うん、パー5めちゃくちゃ遠い。パー5だから大丈夫。270ぐらいある。ライのせいにしよう。ベビー問題なし。あ、こっちだ。あ、まあ結果オーライです。うん、フェアウェイ、ど真ん中。130ヤード7番で行きます。いいね。あ、で全然左。でかくない？転がっちゃったね。なんでだろう。あ、ちょっと戻ってきた。戻ってる。もうちょっと戻ってきた。うん、マジで戻ってなくて。なんかね。飛んでる。ピッチングでちょっと軽めにしたいと思います。あ、今ちょっとポップしたかも。結構それ以上に来てた。
30ヤードです。ピン手前なんでキャリーで行かないとダメかなと思ったんで8番にします。上げちゃう、普通に打つ。いいじゃん。あー、いいんですけど。いいんですけど、バウンドして。おー、おかい。あー、なんか、あ、ま、奥に転がってった。フォローだね。やっぱ9番か。うん、いやー。でも5にできる。ピン手前だし。85ヤード5に入れる。フォロー。フォローだしね。硬いからさ、止まんないんだよね、下が。そうかも。そう、日本でだとグッてなるからね。うん、正解です。素晴らしい、これはバーディーチャンスです。さすが、ありがとうございます。テイクバックまっすぐ進んだよ。はい、いきます。うまい。おー、いいじゃん。うまいよ。よきよきよき。あります。テイクバックをまっすぐ引く。やけどしそう、足が。